皆さんこんにちは、マンダルグルミジです。では今回はゲレンデボジオンの芸風ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回までにルナ2の攻略を終えて、いよいよティターンズの本拠地グリプス2への攻略作戦が発動できる状態まで持ってきました。一方でエウーゴもですね、行動を開始してまして、グラナダのお隣ホンブラウンがエウーゴの手に落ちたという状態になります。今回はですね、まずホンブラウンの守りが固められる前にグラナダから部隊を移動させて、このホンブラウンを確保しようと思います。ホンブラウンはね、収入もありますので、ここを取っておきたいなというところですね。あとグリプス2攻略の前にこのサイド6、ここも収入多いので、このサイド6も取って財政基盤を盤石にしたいと思っています。さらにさらに地球上ではエウゴの最後の重要拠点に、地球上での重要拠点になるこの北京ですね、ここの攻略できるような状態になってますので、ここに攻め込んでいこうというふうに考えています。では早速その模様をお届けしていきたいと思います。この後ギレン総帥はですね、今グラナダでビグザムを建造中なので、ビグザムが完成したらビグザムに乗ってもらおうかなというふうに思っています。ではまず中国北京の攻略を始めていきたいと思います。舞台はここハイゴク、あとはガルバルディレーター、これがシリアが率いているというところになります。まあ、うまくですね、ハイゴクをこの水中から進めていくところとですね、並行して、まあ、虎の子になっているガルバルディ隊、ここをうまく活用していきたいなというふうに思っています。まあ、水中でそのね、力を発揮してくれるガルバルディ隊に関しては、できれば水中で戦ってもらいたいんですが、水中まで迂回するのがいいのかどうかというのはちょっと悩ましいところですね。では進んでいきます。ちなみにですね、技術レベルに関して言うと、モビルスーツがまだ15、基礎レベルが13、モビルアーマーが12というところで、この次期待しているマラサイ、これの開発まではまだちょっと遠いかなっていうね、状態になってますので、少しずつお金もですね、マラサイを生産できるようにするためにですね、お金を投資していきたいというふうに思っています。ここから本格的な交戦状態に入っていきます。まあ、できるだけガルバルディ隊をね、うまく駆使しながら戦っていきたいなというところなんですけど、いかんせんガルバルディはね、ちょっとエネルギーをだいぶ食う機体になってますので、エネルギーのマネジメントというのはですね、まあ、しっかり行う必要があるかなというところですね。まだ未確認ですが、リックディアスがいるように見えますね、エウゴには。まあ、当然マーク2とかも出てきているので、リクリアスがいても全く不思議ではないですが、モビルスーツもかなり最新のものと古いものが入り混じっているっていう点では、まあ、我々と同じような状態ですかね。では続いてホンブラウンですね。ここはこの後の、まあ、資源採掘だったり、あるいはまあ、財政のね、コストのお金の余裕を持たせるっていう意味では絶対に取りたい場所になってますので、制圧進めていきます。あと最前線がね、グラナダからこのホンブラウンに移せるという利点もあるかなというふうに思っています。ここはですね、まあ、そういう戦略上の要衝にもなっていますので、ギレン総帥自らグアジンに座城して出撃という局面になります。モビルスーツはですね、ガルバルディとあとリックドムなので、まあ、新旧入り乱れた、入り混じった、まあ、そういう布陣にはなっています。なので、まあ、リックドムはね、まあ、あまり戦果は期待できないと思うんですけども、支援に徹して、その分、このガルバルディ隊で敵をね、撃破していこうというふうに思っています。で、冒頭でお話した通りですね、この後、ゲレン総帥は、
ビグザムの2号機が完成次第、ビグザムに乗ってもらって前線で指揮を取ってもらいたいなと思いますので、まあ、このね、グアジンに乗っている期間も、もうそんなに長くはないかなというふうに思っています。で、さらにザンジバルとドロスもですね、一隻ずつですけども、今建造に入りましたので、ちょっと余り気味になっている艦長さん、彼らをですね、乗せて、また活躍の場をしっかりと作っていけたらいいのかなというふうにも思っています。ここにいるのがジムスナイパー2がいますね。あとはジムコマンド。まあ、セイバーフィッシュはね、どうでもいいような機体になりますけど、リックディアスを量産してきてるのかなっていうのが、どうでしょう。今見た、エウゴの陣容ですかね。あとアルビオンにブレックスが乗ってここにいますね。オンブラウンまで、ブレックス自ら前線に出てきたというところなので、まあ、ここはブレックスとギレン、ぜひ会話をイベントで入れたいなぁと思うので、次のターンで、ギレンとアルビオンのブレックスを攻撃してみましょう。アルビオンに攻撃をギレンで仕掛けましたけど、特に会話イベントはなかったかな。ブレックスとね、ギレンだと何か会話があってもいいかなと思ったんですけど、ちょっとなさそうでしたね、見た感じでは。悪魔と呼ばれる私に。ではこのホンブラウン攻略していきます。リックディアスにはファーが乗ってたんだな。ここも撃破して、アルビオンも撃破すればこのホンブラウンが手に入ります。これでブレックスを撃破です。では続いてサイド6の制圧戦ですね。まあ、中立都市、中立コロニーであるサイド6ですが、ティターンズに占領されているので、これをまあ取り返すというかね、逆に占領するという作戦です。まあ、これがうまくいけば、むちゃくちゃ多くのお金と資源とか手に入りますので、ここはですね、お金と資源のためにサイド6を取りに行きましょう。増援は出てないですね、敵は。となると、この真ん中にいる3機、ちょっとまだ機影が何なのかわからないですが、この3機をガルバルディ7機で強襲して倒せば、このサイド6が手に入るという算段です。北京のエウゴの方ですが、もうほぼ追い込みかけてきましたね。残りの敵ユニット数、決して多くはないです。まあ、ただ、ティターンズと違ってですね、まだまだガンダム系、まあ、特にアレックスとかですね、さらに言うと、リクディアスとか送り込んできているところはありますので、最後までね、できるだけユニットの、まあ、喪失というものが少なく戦えればいいのかなというふうには思っています。さあ、これで中国、北京の制圧が完了します。この後はグリプス2、つまりティターンズの本拠地、これを叩くために準備を進めていきたいと思います。そのためにはね、サイド6を取って、まあ、さらに資源とお金を盤石なものにしておきたいと思いますので、このサイド6の制圧戦も進めていきます。もうここもね、そんなに時間かからずに取れるんじゃないかなと思ってますので、倒していっちゃいましょう。バウンドドックが出てますが、まあ、こちらはガルバルディベータで固めてますので、まあ引けは取らないかなというふうに思っています。まずはお前からだ。あとはアレックス、それにボールがいますね。これを撃破しています。それにしちゃうよ。ギレン閣下、エウゴの戦力は低下し、本拠地ラビアンローズの攻略が可能です。ラビアンローズ、これ同時に攻略したらどうなるんでしょうね。今だとですね、特別作戦としてティターンズの本拠地グリプス2、あとは
エウゴの本拠地ラビアンローズ両方とも攻略できる状態になってますので、同時に進行戦をね行うなんていうこともできなくはない状態にはなっています。まあ戦力的には少し難しいのかなとは思いますが、まあ、どっちも攻撃できる状態にはなりましたね。はい、では今回は一度ここまでにさせていただきたいと思います。まあ、開発の状況ねご覧いただいた今画面に映しましたけども、基礎技術がレベル13、モビルスーツが技術15、モビルアーマーが10、まあ、適正技術が16という状況になってますので、まあ、少しずつですねモビルスーツの生産もやりつつにはなりますが、この開発にもお金をね使っていって、できるだけ早くマラサイを生産できる状態に持っていければいいかなというふうに思っています。次回は、まあ、ティターンズの本拠地グリプス2、ここは部隊数が58か、フルアーマーレックスとか生産してますね。そしてラビアンローズ制圧戦、ね、進めていきたいかなと思います。まあ、先にグリプス2叩いた方が良さそうな気はちょっとしますね。明らかに強そうではあるので検討して進めていきたいと思います。